悪くない代表落選からの逆襲に燃える、同案率が意地の一発。ファンからは、これでも呼ばれないのはどうかしてる。逆襲宣言から2002勝、1次 1A の活躍。きっちりと目に見える結果を残してみせた同案。現地時間3月20日に開催された、オランダリーグ第27節で、同案率が所属する2位の PSV は、15位のフォルトゥナ・シッタルトとホームで対戦し、 5ゼロの対象を収めた。動画、くるりと体を反転させ、右足で冷静にフィニッシュ。落ち着き払った同案の今季9点目。16日に発表された、日本代表メンバーから漏れた際には、逆境大好き人間頑張りますと、ツイッターで宣言していた同案は、公式前3試合連続で先発出場。決定的な仕事をやってのけたのは、1対0で迎えた39分だった。 カウンターから持ち上がったレフティは、エランザハビと、ゴール前でワンツー。最後は、浮き玉のリターンパスに対し、体を反転させてから右足を振り抜き、鮮やかにネットを揺らした。17日のコペンハーゲン戦、丸4-0、ヨーロッパカンファレンスリーグでも、 絶妙なラストパスでアシストを記録していた中、またも宣言通りの活躍で、今シーズンの得点数は、大台まであと一歩に迫る9点、リーグ戦では6点となった。そして、試合終了直後には、ツイッターを更新。先の逆襲宣言の投稿に付け足す形で、2ゲームズ2イン、1ゴール、1アシスト、ノットバッド、2002勝、1ゴール、1アシスト、 悪くないと自信たっぷりのメッセージを投稿した。これには国内外の多くのファンが反応し様々なコメントが寄せられている。このギラギラした感じが好きだ。こういう選手好きだわ。結果で黙らすのがかっこいい。うん。悪くないよね。見てる森安さん。これでも呼ばれないのはどうかしてる。過小評価されている。大きな心と大きな才能を持った侍。 23歳の逆襲はまだまだ始まりに過ぎないだろう。ドリブルがキレキレ。同案率のゴールがすごすぎる。代表落選も回転しながら決めたビューティフルダンエールディビジ第27節 PSV タイフルトルとなしった後が現地時間20日に行われ PSV が5-0の対象を収めた。チーム2点目となったのは同案率のゴールだった。 動画、キレキレのドリブルから決めた、同案率のゴールがこれだ。10分に先制した PSV は39分に追加点のチャンスを迎える。ハーフラインでエランザハビがインターセプトすると、並走する同案がゴール正面でパスを受ける。同案は相手3人に囲まれながら、ペナルティーアーク付近でザハビに預け、リターンパスに直接右足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。 三人に囲まれながらも細かいタッチで相手に寄せる隙を与えなかった。回転しながら右足でシュートまで持ち込む動きも無駄が一切なかった。リーグ戦の得点はこれで6点となり公式戦2桁得点はあと1に迫っている。クラブでの活動は一旦中断となりインターナショナルマッチウィークに入る。同案率はカタールワールドカップアジア最終予選を控える。 サッカー日本代表のメンバーからは外れている。森安はじめ監督が後悔しなければいいと思うほど、同案はキレのあるプレーを見せた。同案率は結果で語る。PSV 解消に導くリーグ戦6点目。直近2戦、一時1例に悪くない。PSV の MF 同案率は20日のオランダエールディビジ第27節シッタート戦でゴール。 今季リーグ戦六ゴール目を挙げた。動画、渡辺剛が美人教師とレッスン。一対零で迎えた前半三十九分。PSV は中盤でボールを奪うとカウンターを開始させる。パスを受けた同案は一人をかわして味方にパス。PA 内でリターンパスを受け、利き足とは逆の右足を振り抜いた。ゴール左隅に突き刺し、試合を優位に運び、チーム二点目となった。 同案は後半20分に途中交代。PSV は5対0で解消し、首位アイアックスとの勝ち点差を2に保っている。日本代表は先週、カタールワールドカップ出場をかけた最終予選のメンバーを発表。しかし、激戦区のポジションを争う同案は落選していた。直後のツイッターでは、逆境大好き人間頑張りますとコメント。 17日のカンファレンスリーグでの1アシストに続く結果を残し、20日の試合後には英語で2試合で2勝、1ゴール1アシスト、悪くないと結果を誇示してみせた。逆境大好き人間、同安率が今季9点目をダッシュ。カウンターから右足で冷静にフィニッシュ。PSV は5発対象で6連勝。日本代表の最新メンバーから漏れる。 カウンターから今季9点目を奪った案シームつユ・フォトグラフィア。現地時間3月20日に開催されたオランダリーグ第27節で、同案リツの所属する2位の PSV は15位のフォルトゥナ・シッタルトとホームで対戦した。動画くるりと体を反転させ右足で冷静にフィニッシュ。落ち着き払った同案の今季9点目。 リーグ戦5連勝中の PSV は開始10分でマックスが幸先よく先制点を奪うと迎えた39分だった。カウンターからゴール前でパスを受けた同案がアハビとワンツー。最後は体を反転させてから右足を振り抜き鮮やかにネットを揺らした。16日に発表された日本代表メンバーから漏れた際には逆境大好き人間頑張りますと。 ツイッターで思いを綴っていた23歳は宣言通り目に見える結果を残してみせた。なお、同案の得点はヨーロッパカンファレンスリーグ初ゴールを挙げたコペンハーゲン戦以来3試合ぶりで今シーズン9点目となった。 その後、41分に、ハビ77分に、ブルーマー、82分に、ヴィニシウスがさらに追加点をダッシュした。PSV は5-0の対象で、リーグ戦6連勝を達成。同案は65分までプレーしている。同案率が、今季9ゴール目で、奮起。5発解消の PSV も、首位アヤックスを追走、エールディビジ。PSV の同案率が奮起した。 今月の日本代表活動から漏れ、自身のツイッターで逆境大好き人間頑張りまーすで奮起を誓った答案。20日にホームで行われたエールディビジ第27節のホルトゥナシッタート戦に右ウィングで先発した動画ギネス認定 GK が決めたサッカー史上最長ゴールリーグ戦5連勝で首位のアヤックスを追いかける PSV は16位の相手から 開始10分で先制点を奪うと39分にカウンターからザ・ハビトのワンツーでボックス中央に抜け出した銅腕が右足でネットを揺らした。銅腕にヨーロッパカンファレンスリーグ以来の公式戦3試合ぶりとなる今季9ゴール目が生まれリードを広げた PSV は41分にも追加点。後半に入り銅腕が65分に退いてからも 得点を積み上げて5-0と解消した。PSV はこれで6連勝。今不死を同じく勝利で飾ったアヤックスを引き続き2ポイント差で追走している。PSV5-0 フォルトゥナシッターと。PSV マックス全10、同案率全39、ザハビ全41、ブルマ5-32、カルロス・ビニシウス5-37、